はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数2の定積分と面積丸3をお送りします。で、これで面積ね3本目 で前回の最後にもね言ったように今回は1問のみです。3次関数とね関わる面積をやっていきます。なのでできそうな子はねぜひ動画を止めてこの問題やってみてください。で、確認してもらってちょっと厳しいなと思う方は今からね自分が解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ねこの問題取り掛かっていきますのでどうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回は3次関数なんでまず y イコール x3 乗マイナス 6x2 乗プラス 8x と、でこいつと x 軸で囲まれた2つの部分の面積の和 s を求めようという問題で、 x 軸が出てきてるからいやこれはきっちりね図を描かなきゃいかんみたいな感じなんですけど、実はちょっとそこポイントがあって、確かにね、x 軸が出てきてるので、書こうと思ったらさ、まあ1問だけなんでね、ちょっと大きめに書きますね。まあ、x と y と。まあ、こう軸書いておいて、で、書いていくんですよ。で、3次関数のグラフを書こうと思ったら、まあ、まあ、y でね、言ったら y ダッシュ、微分して、で、イコール0。まあ、増減表を書いてみたいな。で、極値求めてどこでカーブすんのみたいな。書かなきゃいけないんですけど、それを書くと時間を取られると。で、実は、これ、図が欲しいんですけど、極値はいらないのね。どこでカーブするかとかじゃない必要なの。何が必要かって、X 軸とぶつかるのどこなのって。そこが欲しい。つまり、まあどこかわかんないよ。こうカーブしてどこでぶつかるかわかんないんですけど、それが欲しいので、ここの x 軸ってのは y イコール0じゃんか。だからこの y イコール0を入れて、こうやってね。まずこれを解いてしまいます。そうすると切片出てくるから、x 切片がね。で、これまず x くくり出す。で、x2 乗マイナス 6x プラス8と。で、括弧の中が因数分解できるので、すると、4と2か。こうなります。これで終わり。で、解いくつか。まず、こっから0です。こっから4です。こっから2です。つまり、x イコール0、まあ、ちょっと順番変えるよ。2、4と。つまり、0と2と4でぶつかるんです。で、x3 乗の合計数プラスなんで、こう来て、こういうカーブ、基本的に、こうね。って分かってるから、もっとこっちいらなかったんだけど、ちょっと待ってね、こっちの方がいいや。0でぶつかります。2でぶつかります。で、4でぶつかって上がっていく感じ。0でぶつかる、ここが2、ここが4なんです。で、そいつと x 軸で囲まれた2つの部分どこかっていうと、まず1個はここで、ちょっと意図的に色変えます。もう1個はここです。この2つの部分の和を出しなさいって言われてる。いいね。で、あとは式作るだけですもん。ただ気をつけなきゃいけないのは、これ今まで話してるように上にあるものから下にあるものを引くでしょ。で、この赤の部分っていうのは、上にあるのはこっちです。つまり3次関数の式が上にあって、y イコール0、x 軸が下にあるんです。でも、青の部分っていうのは、失礼しました。ちょめんね。飛ばした。下に沈んでるんで、上にあるのが y イコール0、つまり x 軸。で、下にあるのが、この3次関数の式になります。ってことは、上にあるもの下にあるものが変わるので、ここの2で切らなきゃいけない。赤と青は一気に計算できないから分けます、今から。で、あと式どうやって書いていくかっていうと、ここからいこうか。 s イコール、まず赤からいきます。インテグラル、ここ0から2です。赤はね、だから0から2の上にあるのはこっちだから、これ引く0。まあ、このままね、使えばいいから、x3 乗、6x2 乗、プラス、8x の dx と。これがまず赤の部分。
で、面積足さなきゃいけないから、もちろんこうプラスね。で、プラスの、ちょっと色変えていくか。青は2から4ね、インテグラル。2から4の0からこれを引くから、つまりね、このこれにマイナスをくっつけたものが来ると。なんで、x3 乗プラス 6x。2乗マイナス 8x dx と。で、あとこれ計算したら終わりです。出てくる面積は。ちょっと大変だけどね。まあ、ここは粘る。頑張るしかない。で、やっていくと、まず赤から。3分の1じゃない。素で間違った。4分の1やね。4分の 1x4 乗マイナス 2x。x3 乗 4x の0から2ちょっとこの黒がめんどくさいな足すで青かでこっちもまあマイナス系だけなんだけどねマイナス4分の1の x4 乗プラス 2x3 乗マイナス 4x2 乗さっき2乗付け忘れたねよいしょここ2乗だ。失礼しました。で、閉じて、2から4と。よし、やるか。で、まずこっち、下入るよね。2を入れると、22が4だから、4。8だから、28、16。22が4だから、プラス16。で、0はね、入れてもね、全部消えるんで、0は関係ない。多数高等の、この青の4がちょっと数が強そうだな。まず上だからプラスね。入れると4消す。4、3つ分残るから64か。マイナス64。4で64×2 だから128。416。ここまた64か。あ、消える。ありがたい。で、引くことの2を入れるから、まあ2を入れたらね、これと関係性があるんですけども、一応やっていきますね。2を入れると、マイナス4、プラス、頭が回らん、8の22が4で、マイナス16か。こうなりますね。で、あと、これ答え出すか。答え赤で書くか。まとめると、ここが消えるんだね。あれ、全部消えてくれる。で、ここが4。あれ？なんか1個間違ったな、俺。もう、さっきも間違った。ここ16やね。失礼しました。で、ここが4で、こっちがマイナス振ればプラス4になるから 4+4 しか残らないんだよね。だから結局8でしたと。こんな感じになります。そう。なのでポイントとしては、で、前の問題でも言ったんですけど、別にきっちり書くのが悪いことじゃないんです。いい。それの方がしっかりしてると思う、きっと。ただね、まあ、時間効率とかのことを考えて、X 切片、X どこでぶつかるのっていうのさえ分かれば、この問題はこと足りるので、極地のこことかいらないしね。そう。なんで、じゃあこうやってやってしまうんですけど、まずそれを出すと。で、問題こうやってね、上下区切んなきゃいけないから、どこで区切るのかをちゃんと立てると。で、そっからも計算勝負です。今俺2箇所書き間違ったけどね。そこのね、ケアレスミスでさえ気をつけてもらえれば、こんな感じで解けますので、ぜひね、やってみてください。では、今回は高校数学数2の定積分と面積丸3をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、まだ続くと。で、次回丸4が今度絶対値が入ってる問題を解いていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。